少年法に引き続き非常に人間の人生を左右する大事な法律だというふうに捉えております。で、まあ、難民法、まあ、難民条約、そういうところまで遡って、この法の持つ意味というのもしっかりと自分の中で捉えて、質疑を準備しました。難民条約を締結したとき、昭和56年4月の衆議院外務委員会ですけども、当時の伊藤正義法務大臣がご答弁をされております。で、さまざまご答弁されてるんですが、その趣旨として、この、条約と議定書を締結し、難民の保護及び救済の充実を図ることは難民問題の解決のための我が国の国際協力を拡充する観点から望ましいと考えるんだと、本当に大きな崇高な理念と役割を携えて、しっかりと仕組みが作られていっていると思いますし、そもそもですけれども、在留資格がない人であっても、もちろん難民を認定したり、いわゆる在留特別許可という制度をあえて設けて日本国に在留する仕組みを作っているという意味は非常に大きいと思いますし、その趣旨というものに立脚した上で、この法律の議論というものはなされるべきだというふうに思ってます。で、法律によって作られる仕組み自体がしっかりとしているのか、整合的なのか、理念に基づいているのか、狭間がないのかということも大事ですし、私はやっぱり何よりもそれを執行する運用が適正に行われているのか、そしてまたかなり多大な裁量を持たせるような現行法になってますし、今提案されている改正法もそうなってますけれども、その裁量を任せることができる信用に足る入管庁であるのかということが、私はまずが問われることだと思ってます。で、法律の改正法案の仕組み、疑問点を議論することも大事ですけれども、まずその前に本当に託せる入管の運用になっているのか、組織になっているのかということはしっかりと議論したいと思いますし、その後に法律の疑問点、論点を議論したいというふうに思ってます。で、人権局に今日来てもらいました。で、私も歴史的なことをこういろいろ見てるんですけれども、昔出入国管理庁が法務省ではなくて外務省の外局に置かれていたと。で、法務省の入国管理局に改組された理由について、63年2月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁してるんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とか、あるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用の遺憾によりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省の外局になっていると、外局というか、今その中になっているということであります。で、今回、人権擁護局に来てもらいましたけれども、法務省設置法と法務省組織令の中において、第46条組織令の中ですけれども、この人権擁護局は調査救済課は次に掲げる事務を司るということで、人権侵害審判事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること、人権相談に関することということですが、局長にご質問しますけれども、まず在留資格のない外国人というものは人権局の所掌範囲に入っているか。在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。寺田学君、この前提をもとにこの議論というのは進めなきゃいけないと私は思います。で、法案の審議中身を議論する上で、先ほども申し上げましたけれども、大前提です。入管庁、入管の業務、現実が本当に信頼足りうるものなのかということが今国民からも問われていると思います。具体事例は今日お手元にもお配りをしましたけれども、スリランカ人の女性が死亡された事件、累次にわたってこの委員会でも先日議論されましたけれども、今中間報告が出されて、最終報告に向けてまとめているところだということで、昨日の時点で司法解剖は終わってるんですかということを聞いたところ、まだ把握してないという話でしたけれども、これ大臣質問しませんけれども、今日急にね、事務所のポストにペロンと1枚入ってました。こっちが昨日通告で聞いてるんですよ。そして重要な話ですよ、こちらの質問をもう一回練り直している段階で、その重要な情報に関してこっちが聞いてることですよ。ポストにペロンと入れてるだけなんですよ。もうね、その取り扱い自体に対してまずは抗議しますよ。で、そういうやり方をしているのでこちらも聞きたいんですけど、まず昨日の時点でわからないって言ってましたけども、司法解剖が終わったって法務省はいつ把握しましたか。出入国在留管理庁、松本次長。お答えいたします。一昨日でございます。寺田学君、昨日の時点で分かってたんですか。じゃあ法案審議やることだって分かってたでしょ。
松本次長。一昨日の夕方の遅い時間に、司法解剖の結果を把握いたしました。複数の報道でこのスリランカ人女性が亡くなられた件に関して、報道がなされました。で、報道独自という仮放免必要、医師が入管に指摘、スリランカ人女性死亡直前にということです。で、その記事の中でこの実際に診療をされた精神科医の方が実際に法務省に、入管に出した書面を TBS として入手しています。で、それに何が書かれているかということを書いているのがご参考までお配りしたことです。で、この中に書類を入手したと。で、アンダーバー引いている2つ目ですけれども、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放をしてあげれば良くなるということが期待できる。で、患者のためを大家続いてます。でね、こういうことをちゃんとその書類に書いたとこの医師が報道に対して言ってるわけですよ。でね、裏返して見てほしいんですけど、これは今まで法務省が出した中間報告の医師が診察結果記載書面において書いていることを中間報告にどのように引用しているのかというのを複数のまとも載せたものです。上の方は2月5日の状況についてですが、これも、消化器内科医師が診療結果記載書面ということで届け出るものに関して中間報告の中では一番下ですけれども、起因にて継続医療をお願い しますという鍵括弧の引用として使ってます。その次ですが、2月18日もそうですが、高医師が作成した診療情報提供書ですけれども、それにも精神、一番下は精神的要因につきましてご更新願いますというのを鍵括弧の引用として使ってます。でね、表にあるこの実際に最後亡くなる2日前に診療した精神科医の方が出した書類の中には、まさしく先ほど申し上げた患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できるというようなことを書いているにもかかわらず、裏返してみると、じゃあ中間報告には何て書いているかというと、定病院精神科医の医師、精神科の医師は、これ表面のニュースの出ている医師ですけれども、 A が訴える症状の出現時期などが A が帰国希望から日本への在留希望に転じた時期と合うことから、例えばこれ池田真紀さんもやりましたけれども、病気になることにより仮放免してもらえたという例えばということで、そもそも今まで医師の判断に関しては鍵括弧つけてこうやって中間報告を引用しているのに、なんでこの亡くなる直前の精神科医の部分だけは鍵括弧も使わず、かつ池田さんの質疑でも明らかになってますけれども、医師が言っていない例えばっていう言葉を入れて中間報告をまとめたのかということです。ものすごい疑問を持ちますよ。これまず一つずつ確認しますけど、報道にももうすでに書類として入手されてますけれども、この精神科医が出したその書類の中に診断書ですよね、診察結果記載書面には、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できるという記載がありましたか、ありませんでしたか。記載がございます。記載があるのに、なんでこの時だけ例えばなんて言ってもない言葉を付け加えた上で引用もしてないんですか。診療情報提供書は外部の病院で診察された先生から収容施設内の先生に宛てた診療結果の情報の引き継ぎ的なものでございます。その中に先ほど記載されておりますと申し上げた記載とともに、その外部の先生の見立てといいますか、その診断についての考え方が示されているところでございます。当庁といたしましては、亡くなられた方の名誉プライバシーの関係から、その記載内容をそのまま中間報告として提示するのは適切ではないのではないかと。こういうことを言われると思ってわざわざ作ってきたんですよ。他の時に言ってるじゃないですか、自ら鍵括弧ですよ、発言では記載内容の括弧ですから、伝聞ですよ、そのまんま切り抜きですよ、引用、起因にて継続治療をお願いしたいと思います、鍵括弧閉じですよ。これ2月5日、2月18日精神科的要因につきましてご更新願います、括弧閉じ。こうやって引用しておきながらですよ、今プライバシーだなんだって言いましたけど、なんでこの一番大事な仮放免したら良くなることが期待できるという精神科医の診断だけ載せないんですか。なんでその時だけプライバシーだって言うんですか。大事な話でしょこれ。仮放免したら本人が望んでると、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できる、ものすごい大事な診断じゃないですか。なんでこれだけは引用しないんですかって聞いてるんですよ。
なぜこれだけ引用しないか教えてください。亡くなられた方の名誉プライバシーに影響を及ぼすのではないかと配慮した結果でございます。今参考人も認められた通り、この記載が報道の通りあったということでした。患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できるということは重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか、どっちですか。一概に重要でないということはご指摘の点のみでは判断できないと思っております。重要じゃないと判断したんですか。中間報告に記載するほどの重要性がない、報告するほどのことではないという判断だったんですか。イエスはノーですよ。我々が中間報告で取り上げるべき内容と判断いたしましたのは、もう中間報告に記載している通りでございます。中間報告に載せるべき内容ではないと判断したんですかって聞いてるんです。イエスはノーです。ご指摘の部分をそのまま記載することは適切ではないと判断いたしました。適切ではない理由は何ですか。総合的に判断した結果でございます。もう報道機関がお持ちになってますけれども、当該医師が提出されたこの診療情報提供書を理事会の方に提出していただきたいというふうに思いますが、ご協議いただけますでしょうか。五国理事会で協議いたします。例えばと、この当該医師が記載もしていない事項を書かれて一般化されてますけれども、仮放免の必要性に対して例えばという言葉で、この例えばというのは誰が記載したんですか。中間報告を作成しました出入国在留管理庁でございます。あなたはそれのことについて当然ながら例えばという記載されていることに対して認識をし、それを了解しましたか。したとすれば理由を教えてください。このような記載内容が適切だと判断した結果でございます。適切と判断した理由を聞いてるんです。亡くなられた方の名誉プライバシー等を考慮した結果でございます。冒頭申し上げた通り大事な法律ですよ。で、多大な裁量を与えてますよ。法務大臣、法務省、そして入管、本当に命からがら難民として逃げてこられた方も、またそうじゃない方も様々いるかもしれませんし、在留特別許可の制度も設けて日本国として人道的に在留を認めるべき方もいるかもしれません。多大な裁量で、その裁量自体が人生を左右するし、本当に多くの、なんていうんですかね、その人の人生そのものを左右しますよ。そして今回は生死までかかりましたよ。亡くなられてんですよ。こんな説明でこの入管に多大な裁量を渡せって言われたら、そんな無理ですよ。ちゃんと説明してって言ってんです。けしからんとかそういうこと言う前に、ちゃんとこういうふうにした理由は何ですかと。全部逃げてますよ、次長、大臣。ここ大事ですよ。ここの信頼が取られない限り、法律をどうやったって信用できないですよ。大臣、お答えください。上川法務大臣。今回の事案につきまして、この出入国在留管理庁におきましての大変重いことでございました。命に関わる施設でございますので、その意味で私自身、この客観的な調査をしていくということが極めて大事だと認識したところでございます。公平性公正に行うための第三者の方に入っていただきながら、しっかりとその医療的な体制治療がどのように進んできたのか、そしてそれに対してどのようにこの時間の中で対応してきたのか、また体調も日々変わっている状況でありますので、そういったことも客観的に出していくということが基本であるというふうに思います。とりわけお医者さんに関する診療と、そして治療、また診断と治療、そして投薬、こういったことについては体調と密接に関わることでありますので、私はそれに対してはしっかりとお出ししていくということが大事ではないかと思っております。踏まえて今の次長の説明で十分だと考えてますか。今の診断書そのもののエビデンスそのものが、お医者さんの極めて高い見識の中での内容でございますので、私自身その資料そのものを見たということはございませんので、今日初めてご指摘をいただきましたが、その点につきましては今のような全体感の中で書くべきことであるというふうに思います。夢例えばというようなことで、解決できる話ではないというふうに認識をしております。今次長の方から説明をさせていただきましたが、次長の中で今までのそのエビデンスの中でどのように書いていくのかということについては、やはりしっかりと書くべきことではないかというふうに思います。寺田学君。いわば今中間報告に抜け落ちている部分、抜け落ちているというのはこちら側の見方ですけれども、書かなかったという判断に対しては各
くべきであったということですか。どのように書くかについてはいろいろ判断だと思いますが、直前に診療された精神科医の方が仮放免してあげればよくなるだろうと期待できるということを載せなかったということに対して問題意識を持つとともに、私はもっと問題意識を持ってるのは、私はね、あえて外してると思いますよ。これそういう体質っていうことに対して信頼性を置けないんですよ。しかも池下社長、さっき何て言いました。こういう時だけプライバシー使いましたよね。自分たちに都合悪いからでしょ。違うんですか。もうね、ちゃんとやり直さなきゃダメですよ。こんな体質残したまんまね、新しい法律作って多大な裁量権渡すってのは、そんなもん立法府としてやったら恥ですよ。大臣、あのね、ちゃんと信頼できる入管にするということがこの法律の大前提ですよ。それ以外にもね、今度の機会でやりますけれども、あまりにも制度設計が決まってないことも多い。在宅のあり方、手続きに関しても昨日聞きましたけども、いやこれから省令で決めるので今の時点で言えませんと。そんな段階で審議できますか。そういう状態の、そういう態度の入管の姿勢、入管の態度のまま、こんなもん審議できませんよ。ちゃんと改めるように指示してください。大臣、上川法務大臣。今回 の、 あの事案につきましては、特にあの命に関わり、本当に死 に、 に 至、 ら至ったということでありまして、本当にあの痛ましいあの事案でございます。私はあの外国の中でそうしたことをあのになあのご本人はもあの本当に心からお悔やみを申し上げますし、またご家族やご遺族の方々の心痛も、あの家族をあの異国の地でということについては、真相解明も含めてあの十分に、その情報にをあの得たいという気持ちを思うと、この中間報告もなるべく早く、また最終報告に向けても早く出して、そしてあの皆さんにあのぜひその情報を共有していただきたいという思いで、あのかなり強く指示をして、しかしその上で客観性が大事ですので、あのその意味での第三者の 目をしっかりと入れると、こういうことも指示して取り組んできたところであります。あのこ の、 あの一番初めにスタートした時のこの思いというものについては、しっかりと信用していただくことができるようにしていくということについては極めて重要なことだと思っておりますので、最終報告に向けまして、今のご指摘も含めまして、しっかりと対応してまいりたいというふうに思っております。寺田学君。あの時間が来ましたので次回に回しますけれども、難民認定と政務のあり方、あとは手続きの担保という意味で弁護士の同席が必要であるということ、在留特別許可の手続きのあり方、山ほど審議すべき問いがあります。あのぜひとも先ほど理事会協議事項にもお願いしましたけれども、しっかりとした議論ができるような環境整備を委員長と両理事にお願いしたいと思います。ありがとうございます。